それは初め球だった。ただの球ではない。ありとあらゆるものの姿を映し取り変化することができる。私はそれをこの地に投げ入れ観察することにした。不滅のあなたへ。10月放送開始。 Watch more, subscribe, share, and hit the bell icon.